出ますけどね。さあ、これで県境かな。さあ、ってことでね、抜けたら、もうね、これで、滋賀県甲賀市に入りますよ。さあ、滋賀まで来ました。ブレーキを確認ということでね。ここから下りですからね。よいしょ。セカンドに入れてもね、これぐらいのところだとね、あんまりセカンド、ここ、そう、ローがないんだよな、この車、実は。そのワゴンある。不思議なことにね、ないんですよね、これ。さあ。なんかこういうところだと、ローだったらね、この辺りもね、エンブレでいけるんですけどね。よいしょ、この辺りって言ったら、わかめか、これ。伝わらないんだよね。この下りっぷり。さっきだとあんま変わらんと思ってるでしょ。これめちゃくちゃ下ってますからね。うん。そうだな。普通の遊女道路の方のが飛んでるかって言われちゃったかな。そう。こういう勾配のね、激しさを伝えるときにはね、本当にカメラってね、向かないんだよな。はい、行けだ。まあ、もともと一人で、別にカメラ回さずに、もうドライブに行っちゃう人なんで。でね、行った先でね、写真を撮ってブログにアップして、とかっていうようなことをやってたんで、と思ったら、えらい、いい勢いの車がやってきたから、どっかで抜かしてやりたいんだけど、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ちょっと厳しいな。対比できるところねえんだよね、この辺り。そこの駐車場閉鎖されちゃってますね。滋賀県側の方がカーパー急捨てて。よし、今日ってなるやつですね。駐停車禁止、40キロの速度制限、に追い越し禁止、U ターン禁止と。うん、いやおや滋賀県警。いっぱい来た。なんだ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 。それあのトンネル周りが管轄ですからね。あ、ちなみにこの辺り下わかるかな、下のタイヤの跡を見たらわかるように、あの結構、真ん中にね、センターラインに寄せて、走る人も、実は多かったりしますよね。特にちょっとやんちゃに走るよっていう人はね、こういうところでは、こっちは車線のクリップ、ね、クリップを取ると、どうしても、減速しないと曲がりませんからね。突っ込んで、ちょっとセンターライン膨らんで曲がっていくっていうことを。特に上りの時にね、膨らってくる車でやってる車があると、おーっと、なる時ありますよね。
あ、こういう弱臭好きはね。と、こういう時ですね。こういう時バッと膨らむとね、危ないですからね。8時についちまったよ。まだまだ全然朝虫の時間だからな。あ、気分的にはもうね、昼飯食おうかなぐらいの感覚でさ、あの3時から起きてるんでね。ああ、しょ。まあ、しかし、本当に、ハードな道ですよ。よいしょ。なんだったっけ？編集の話なんかしてたよな。よし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 。あ、そう。要は、ネタ的にね、そのネタ枯渇をしにくいようなね、行動を作ろうとした結果ね、逆にネタの消費が落ち着かないっていうね、供給過多になってしまってるんで、そのあたりもね、この辺りも景色いいんだけどな。はい、この辺りはね、あの、運転上手い人の横に乗ってね、走ってるとね、楽しいっす。あの、運転下手とかはね、あの人のところだとね、周りの景色をね、楽しんでる場合じゃねえよっていう感じになっちゃうんでね、あれなんですけど。かといってね、かつ、まあ、ね、うちがね、別に運転上手いかって言ったら上手くないんでね。正直ドライブ動画を上げると、まあ、それなりに批判も来るんであれなんですけど。よいしょ。ちょっと距離入れて。まあ、だいぶ下ってきましたね。そう、だからね、まあ、本当にね、本音で言うとね、だから、専属でやってしま、やれる、これで、今のね、状態でね、その、専属でやるだけのね、採算取れるんだったらね、あの、全然、1日7本投稿とかはできるのかな？専属だったら、だって今、その、どうしても8で9時間、まあで、2時間残業の、まあ、機会で、2時間ぐらい取られるんで、まあ、だいたい12時間ぐらいは、本業の方に取ら、ね、で、かかってるわけですよね。その12時間が、まるっと 12×5.5、土曜日出勤の時もありますが、まあね、まあ、それをね、入れなかったとしても、土曜日出勤入れなかったとしても5時間で、12×5 時間がね、できてくるわけですから、その分をね、編集とか見ましても、うちのところの場合だったら、ショート動画だったら1日15本投稿とかできちゃえるのか。いうような感じなんでね。一人でやっててもね。さすがに目が疲れてくるのに、あの、そんなにもう作らないとは思いますけどね。そう、だから別に、専属でやる、あ、これ鈴鹿さん、スカイライン終点ですね。専属でやるってなったらね、結構、なんないとやり方は、あるというか、投稿本数をね、それこそ1日7本とか8本とかっていうような感じにしてね、あの、アベレージ稼ぐっていう方法とかも作れるんで、まあ、というか、ショートを多分1日4本にしますね。やっぱしね、ショートはね、4本ぐらい上げた方のが、あの、特に TikTok、の、あ、でも、TikTok もそうだな。効果が高くなりますね。
なので、そういう作戦で、ね、出るというのも手なんですけど、まああまり現実的ではないですよね。今の再生数ですからね。ただちょっと頑張りたいなと思ったのが、クリエイタースタジオのなんかちょっと飛躍というか、緩和があって、スパチャかな、スパチャとかあのあたりのメンバーシップとかのやつはだったかは、500人から登録者数500人から受付が、パートナーシップの受付が開始ね、みたいな動画広告のねやつとかは、広告収入とかは1000人のまんまらしいんですけど、っていうことなんでね、500って言われると、まあうちのところ今何やかんやで450まで来ましたから、ちょっと見えてきた数字ではありますからね。また来て、いろんな滋賀県警がやってきますね、今日は。なんやろ。よいしょ。